いつもロピラジチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は2019年式ポルシェ911のタイプ991-2ですね。後期モデルになります、はい、GT3RS をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、GT3RS はロベライチャンネルでも何回か登場してるんですけども、はい、私が1回ねソロでやったこともありましたね、はい、クレヨンっていうカラーを、はいはい、でその後、YouTube のライブの方でもご紹介したことあるんですけども、まあ、今回新しくこのグリーンカラーですよ、はい、これ何色っていうんですか。これリザードグリーンですね。リザードグリーン、はい、シグナルグリーンではなくリザードグリーン、はい、だいぶ明るいですね。明るめですね。目立ってしょうがない、はいはい、このカラーね入庫したのでせっかくなんでやってみようということでございます、はい、ではではスペック紹介、はい、よろしいですか。はい、はい、改めまして、こちらですね2019年式、ポルシェ 911GT3RS タイプ991の後期モデルとなっております、はい、シフトは PDK になります。ほうほう、はい、でエンジンスペックが4リッター水平対向6気筒エンジンを搭載してまして、最高出力が520馬力、うん、で最大トルクが 47.9kgm という形になっております。ほうほう、重量はどうでしょう。はい、車重の方がですね 1505kg。 なるほど、はい、まあ、RS ですから軽いですよ、はい、でボディ色が先ほども、お話しさせていただいた通りリザードグリーンというオプションのカラーになっています。すごいカラー。内装までそうですね。グリーンですよ。内装もそうです。アルミも後ほどご紹介します。アルミもね、はい、リムがかっこいいですよこの仕様で。先ほど竹谷さん PDK って言いましたけど、はい、RS ってそういえばマニュアルないよね。991モデルまでは確かない、ね、GT3 はマニュアルがあるのに、はいはい、RS になるともう PDK のみ。本国行ったらあるのかもしれないけどね、はい、基本的にはその設定になってます。先日ねラブカーズ TV の川口学さんもね、はい、GT3 をね992の方ですけど買っていただいてということもありますし、はい、なんかポルシェなんか最近ね売れ気がいいのでですね何度でもご紹介させていただきたいと思います、はい、でですね、はい、こちら新車価格おいくらでございますか。はい、新車価格は当時2692万円。おお、なるほど、はい、で、まあ、オプションがまあ PCCB とか結構たくさん入ってるんですね。そうですね、フロントリフトシステムですとか、うん、まあ、あとはこのお色に合わせた内装、外装、アルミホイルなどの、まあ、はい、ペイント等々のカスタムも含めて入っております、ね、でそれが入って今の距離が距離は、2000キロでご案内する形になります。なるほど、はい、いいですね。ロペライ価格どうですか。お高いんでしょ。でもロペさんねこちらですね現在3098万円おでご案内になります。おお、プレミアついてんだねやっぱね。プレミア、まあでも PCCB とか、まあ、そういった高額オプションも含めると、はい、ほぼトントンかなっていうイメージはありますね。なるほどね。新車価格2692万円なの で PCCB 大体数百万円ぐらいの。そうだね、はい、150、60万ぐらいするもんねそれだけでね。で、まあ、RS なのでその他はいろいろついてますけれども、それでも合わせてもとんでもないプレミアというよりかは比較的現実的ですね。そのままでもそう思うと992の GT3 は、はい、もうマニュアルでしたけど川口さんに販売したのが3000、まあ、半ばから後半にかけての価格帯ですから、はい、まあ、そこからすると値段的には安くは、そうですね、まあ、ね、一つ前の形にはなるけど、はい、お乗りいただけるということでございます。じゃあちょっと前からここで見ていくと、はい、フロント周りオプションは何かあるんかい。フロント周りのオプションでいくと、まあ、フロントリフトシステム、はいはい、リフティングね、とこちらでいくとこちらですね、LED のヘッドライト、そうなんですよ、ダイナミックライトシステム付き、これね、はい、これなんです。川口さんも言ってました、はい、現行モデルは、はい、もう半導体不足の影響もあってこれつけれないんだ。へー、そうそういうところもねこの時代まではちゃんとつけられましたからね、はい、なるほど、そのくらいですか。はい、であとはまあフロントのフェンダーダクト、ボンネット、エアダクトなどなど、あとはステッカー、ここですね。そうだよね、RS になるとこれがあるよね、はい、そういったものの専用装備ついております。なるほど、はい、じゃあちょっとボンネットも開けてみますね。ピッと、まあ、鍵はいつもと同じです流しましたね鍵でボンネットはカーボンになってるやつですよ、はい、どほらね、ここ よ, すごいよ。でも992は GT3 もカーボンになってたからね、はい、ここの形状は違えど、うん、いいじゃないですか。で荷物もしっかり入るよとことです。やっぱあれだね、やっぱなんかお決まりですよね、ポルシェで下取りで帰ってくるとだいたいレーダーの箱が入ってるって、ね、入っててよくありますよね。シートベルトと消火器の箱とセットで、ね、ここはステッカーになってるよ、はい、こ
ここはステッカーがいいのかな。僕ステッカー貼るぐらいだったら貼んなくてもいいかなと思って。あ、結構エンブレムレースのポルシェってかっこよかったりするの、はい、本当に。だからそれはそれで僕は好きかなと。であとは PDLS 付き LED ヘッドライト、ね、LED ヘッドライト、ちょっと今ね明るすぎて見えないかもしれないんですけど、うん、こうねリングが付いてますよということです。じゃあ続いてサイド見てみましょう。はいはい、こちらがサイドです。はい、かっこいいね、やっぱりね、迫力でセクシー。アルミがめちゃくちゃでかくて、アルミすごいね、フェンダーギリギリっていう。ポルシェってさ、特に GT3 モデルはね、はい、RS もそうなんですけど、やっぱ緑結構似合うっすよ。緑似合いますね。997の時もそうだし、緑とかこう、まあ、白黒以外のお色、赤緑青、うん、まあ、黄色とかもたまに入ってきますけれども、そういった色がついてる色が似合うなと。いいね、はい。でオプションの PCCB ね。はい、 PCCB カーボンブレーキですね。こんな大きいブレーキが入ってるんですよ。でホイールはこれ何インチですか。ホイールはフロントが多分265 35の20インチ、はい、でリアが21ですね。325ですよ。325入って50の21、はあ、かっこいいね。センターロック式、いいね。これオプションはカーボンブレーキと、あとはドアハンドルが、うん、あのブラックペイントされているものですね。これオプション、はい、ほう、そのぐらい。このカラーリングは標準なのか。リムのペイントも含まれてます。オプションに含まれてます。そういうこと、はい、ね、センターキャップだって、あ、センターロックか、 RS レンスポルトです。かっこいいな。やっぱこの緑にこのさ黒が入ってるっていうのも結構似合う、ね、まあ、締まりますからね、黒でちゃんと、うん、締まってるね、確かにね。そして内装です。はい、これまたねバケットなんですけど一応、ね、上下できるっていうね、はい、これがやっぱすごいですよ。ここにスイッチが、ね、あるんで、ちょっと軽く僕ね助手席乗ってみますけど、やっぱりここまあね、ここよね。だけどこのスイッチでビーッと、うん、これで調整できるのはいいね、はい、でもやっぱ長距離はやっぱさすがに RS がきつい感じがするけどね。いいね、すごい、シート形状もすごいし、ステッチグリーン、グリーン、ここもグリーン、シートベルトもグリーンですし、ね、ここのシフトのところも、シフトゲートのところも、すごいね、めちゃめちゃグリーンだね、めちゃめちゃグリーンすごいねでもここまでこだわってるとそれはそれでいいね。はい、じゃあちょっとねこのまま後ろも見てみましょう、ね、はい、やっぱこの大きなリアウィング、リアウィング、ここにはさ、ね、ポルシェって入ってないよね。入ってないですね。こっち側も入ってないのかまあこれは次のオーナーさんのお好みでね、はい、やっていただきたいなと。でも今度出る992の GT3RS、はい、もうリアウィングいかついよね。大きいです、すごいです、ね、あのフェンダーとかもガチンガチンですし、ね、でかなおかつかっこいいと、はい、でここもステッカーになるんだね。塗装ではないですね、うんうん、そしてここはちょっと軽量化された強化ガラスになっているということです、はい、なんか音がちょっと違うんだけど、 RS こう枠の記載とかね、でロールバーが見えて、ロールバーもこれ緑、とことん緑にこだわってる仕様でございますね。だけどマフラーはね、これは黒かと思いきや、本当だ、シルバーだね。結構ここ黒に塗られてる方も多いですよね、マットブラックの、ね、多いよね。でなんかロッペライオンのなんかステッカーもいい感じで決まってんじゃないのね。いいじゃないですか。黒に合わせました、ね、ちょっとエンジンルーム開けてみます。そうだよね、ここまではエンジンルーム見せてくれたけどね、はい、現行からはもう意地悪ですね、何も見えないですからね。うわ、ちょっとリアウィングがある分ちょっと重たいね。はい、こうなります。ここかカチッとロックするよ、うん、カーボンになって、いやあれって4リッターということです。ここしか見えないですけれども、やっぱなんかいいですね、ちゃんと見えるっていうのはね。見えることでなんかさ、ちょっと手入れもしたくなってくるさ、はい、あ、でもすごい、エンジンルームのここのパネルまでちゃんと黒じゃなくて、うんうん、グリーンなの、ね、緑だ、すごいね。わかりやした、よいしょ。なん結構重たいね、まあ、ウィングの分やっぱり重たさは、うん、はい。じゃあ続いてちょっとエンジンかけてみます。では一応運転席はこんな感じです。やっぱ車綺麗だね、2000キロだからか、まあ、綺麗ですね。だって19年ってね、まあ約3年落ちでしょ、はい、
乗らなかったんだね。まあ、距離的にはまだ2000キロまでですから、うん、なんかサーキットをガンガン走った感じもないし、うん、ではでは失礼させていただきます。うん、よいしょよいしょ。ではではな、じゃあオートライトにしちゃおうかな。機械的な音、うん、約1500キロですかね今ね。あ、では行きます。エンジン始動。ナイスな音ですね。いつもライト見ないから、うん、ライトかっこいいな。おはようございます。よいしょ。バケットなんでちょっとよいしょっと、ちょっときついか。滝田さんって RS で攻めたことある、はい、攻めたことは基本的にないですよあ、そっか、はい、そっか、まあそうだよね、私ぐらいですよあ、いいね、ここもグリーンで、そこのステッチもグリーンが入って緑が、うわ、でもやっぱもうシートリクライニングじゃないか、ここはまあしょうがないっちゃしょうがないけど、本来スーツで乗る車ではないことは間違いない、ね、すごいホールド感ありますね。あ、でシートヒーターとかもないんだね。だからそうですね、何もなくないんだね。スイッチはそのまんまね、あとはあるけどね、うん、で、まあちょっとエンジンも今ね温まってるんで、ちょっと吹かしてみますよ。はい、そのままですね、バルブも開かず、うん、そのまま行きます。では、おお、吹き上がりいいね。いいね。そしてスポイキ、はい、押しますよ。変わったみたいな感じで、ちょっと開いた感じ。おお、この吹き上がりがたまんないわ。4000回転ぐらいで止まるね、うん、はい、最高だ、間違いなしです、これね間違いなし、うん、間違いないよ、まあ、そうですね、今日も叫ぶぜ、はい、じゃあこのままライトチェック、はい、いきましょう。はい、ではこれが今ライトオフの状態です。かっこいいじゃない、オフの状態でもこのリンクがやっぱいいよね。はい、ではスモール、はい、スモール、あ、そうですね、下ですね、ちょっと明るいから分かんないかもしれないですけど、でロー、ロー、おお、いいですね、切り替わる。はい、でハイビーム、はい、なるほど、あーはーはー、もう一回スモールとローで、スモールとロー、はい、でロー、あーね、この切り替わりがいいですよね。はい、じゃあウインカー、ウインカー、あーね、そうですね、下ですね、はい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 、ハザード、はい、OK。 じゃあちょっと本をお願いできますか。てかなんか似合う、なんかちょっとモデルみたいな、なんかカタログにカタログにいそうな感じするOK、 ナイス。じゃあ後ろ行きます。はい、ではブレーキ、ブレーキ、はい、おー、明るくてもしっかり分かるね、ハイマントも明るいっす。はい、じゃあライトオン、ライトオンね、繋がってはいないんですよね。はい、でブレーキ、はい、ウインカー、はい、真ん中つきますよと、はい、ちょっと細いね、ウインカー、はい、はい、バック、バック、あー、バックランプ2つ、はい、リアフォグ、リアフォグ、はい、右側だけかな、そうだね、右側だけだね。はい、オッケー、ちょっともう一回吹かしてみて。あー、あー、外から聞いてると全然違うね。最高。それでは、はい、これから試乗いきますけど、はい、電子ポルト、電子ポルト、本当の RS というのを佐木田さんに見せてあげましょう楽しみにしております。まあでも商品なのでちょっと、ね、安全にね、はい、行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではではスタートします。はい、お願いします。わ、ミラーちっちゃー、こんなちっちゃかったっけあららら、ちっちゃいな。こういうのは大きくても空気抵抗とかいろいろあるんだろうな。あ、下のリアウィングがあるのにちゃんとミラーも見やすいと、うん、うん、そして緑が眩しいね。あ、ちょっと、お、そっか、クリープがないのかおー、反射してる GT3 もかっこいいし、お隣にはスピードスターですよ。クーだね、これ本当今日は今日いいっすね、うん、そうでしょ、リフティングつけておきますよ。
後ろもね、擦らないか心配、ね、これね、ディフューザーがあるからね。よいしょ、よいしょ。これはすごいぞ。いや、いいっすね、ずっとそのテンションでいけるの。やりづらい？大丈夫？いや、大丈夫ですよ。いいね、このガラガラした感じ、うん、RS ならではですよ。いや、早いな、これは。またさすがにステアリングヒーターはついていないと。ちょっと足、いや、いいじゃないの。まあ、7走行完全に置いてないかもしれないけど、これくらい走ってくれた方がね、踏みやすいよ。踏みやすい。後ろ下がっちゃうわ。マニュアル運転してるみたい。気をつけなきゃいけないですね。そうだね。演奏しないでよ。はい。やっぱね、ポルシェ乗るとワクワクするんだよね。あ、まあそうですね。うん。すごいね、後ろから本当このメカニカルサウンドが聞こえてくるね。はい、ガラガラというか、ね、本当にエンジンを。そしてこの乾いた音、ポルシェ。いい音しとるわ。ああ、いいね。いや、ちょっとこういう感じになっちゃうのよ、この特に RS なんか乗ってしまうと。子供心があって。そうだよ、やっぱワクワクしちゃうもんね、はい、まだそこにはいけないですね。どうしてもこの、うん、やっぱ商品じゃないですか、売り物ではあるので、うん、まあ、もちろんその気持ちでやってるんですけれども、どこかこう制限してしまうというか、やっぱちょっと大切に扱わなきゃなっていうのは。いや、もちろん扱ってないわけじゃないですよ。そうです。そうだよね、なんかこんな話するのも大変失礼ですけど、いつも商品って言葉忘れてたかもしれない。踏んじゃうと忘れちゃうよね、はい、うわーみたいな、うん、そこが大事だな、ある意味。ルーフは、まあ、アルカンターラなのかレーステックスなのか。これは多分アルカンターラですね、まだ。あ、触ってわかる。なんかちょっとだけ、なんかそのレーステックスの方が少し布に近い素材かなっていう、まあ見た感じもそうですし、最近の992でそういうモデル入ってきたら、まあ、確かにちょっとまだ見てるもんね、はい、まだアルカンターラの方がやっぱこのバックスキンというか、あの裏側を使ってる感じはするなっていうのはあります。硬いね、やっぱね、揺れる揺れる、ガチガチですね、まだだってスポーツ入れてないから。そう、あとこの BDK スポーツ、はい、これ入れるとやばいんだよ、本当に、マジで。連行せっか、連行せっか。おお、はい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 、ああ、やっぱブレーキまだ、あ、でもね、温まってないからまだちょっとあれだね、ガッて効く感じではない、はい、ダメです、もう僕スポエキは入れさせてください。あ、すごい変わった、変わったね、いいね、ちょっとだけ開けちゃおうかね。あ、996まではさ、はい、パワーウィンドウのスイッチはこっちにあったのにさ、はいはいはい、ね、997からこっちになったよね、ドアの、ね、そこも好きだったんだけど。おお、あ、じゃあダメだ、もう PDK スポーツも入れちゃうわ、我慢できない。そうかも。おー、来た来た、これだよ、もうすでにこれです。あー、来るぞ来るぞ、だいぶ引っ張りますね。いや、男の中の男でしょ、この RS。 うわ、来た、今オートだよ、オートで勝手にやってくれるんだよ、あれを。あれを減速しただけで。さすが運の呼吸ですよ。間違いないよ、間違いない。結構ポルシェ機械多いですけど、まあ、最近そういうさっきもおっしゃってた、結構いい車を、うんうん、あの同じタイミングでさせてもらってますけど、うん、いいテンションですね。この後、ね、ミニコンバーチブルやるんで、はい、あ、そうですね、そのテンションの違いをね、はい、そう、
まあそういうテンション上げて乗る車じゃないでしょうね、うん、まあまあ、行くぞ行くぞだって来た来た来たって言うんですかそうそう、いやもうね、いいんです、もうこうそういう心の声をね全部叫ぼうって、うん、なるほど、ちょっと今決めておりましてですね、実はおーおー最高だね、閉めててもやっぱいい音すんな、これちょっとまず閉めよう、最近の車ね、はい、あの閉めてて音が車内に入ってくるようになってるから、あ、そうですね、そうそう、まあ、まだ開けなくてもいいんですよ、でも、まあ、オープンカーの方がそれは音がねよく聞こえたりもするんですけど、あ、でもね、あ、この間なんだっけ、ルーフを開けたらすごい音がしたって、ギブリです、あ、ギブリか、あれはすごかったね、すごかったですね、これマニュアル乗ってるのかっていうぐらい結構後ろに下がっちゃうから一瞬ヒヤッとする、エンスト気をつけなきゃですね、はいまだオートモードです、マニュアルモードではございません、引っ張り具合も分かってるわ、おう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 、回る回る、早いなそれして、ね、シフトチェンジ早い、いやー、うん、いいわ、いいですね、今のは自分でやったんだけどねいやーさすがだなポルシェ、うん、このやっぱフェンダーのさ、このね、はい、出てるじゃんアレス専用の、はい、あれがここから見えるのもいいね、うん、そして NA、はい、ターボね、一瞬なんかねフェンダーにダクトがあるからリアフェンダーにね、うん、ターボ付きなのかなと思いきや NA やん、でもなんでだろうね、売れるよねポルシェでね、そうですね、売れるし、昔はそんなんでもなくてやっぱすごい高級車のイメージはあったんだけど、はい、まあ、高級車は高級車なんだけど割とね結構もう気軽に乗れるような、そうですね、感じだと思うんですよ、その輸入車に対して抵抗あった方とかもいると思うんですけど、いや私なんかが乗れる車ではみたいな、いやそんなことないんですよっていう、確かに女性のオーナー様も多いですよね、ね、初めての輸入車でポルシェなんですって方もいらっしゃいますし、うん、でそこからもうポルシェハマって抜けられない方とか、そうや、ケイマンとか女性オーナーさん多いし、ね、はい、GT4 とかマニュアルでも、おー、これよ、いい、いいでしょ、いいっすね今の、はい、でしょ、はい、これなのよ、これを知っちゃったか、ついにすごいな、本当にもうゲームみたいな勢いででしょ、バーン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 すごい電光石火よ、これが電光石火、 DDK スポーツ早い、いやーいいわ、やっぱいつ乗ってもいいわ、やるあれ出ちゃいましたね、 まだ早いね、はい、じゃあ足回りもちょっとスポーツチャージ入れちゃうよ、はい、閉めてる音もいいね、そしてちょっとこのエンジンのモーター音というのも入ってくるので、うん、また違う楽しみが、さてこれはかっこよく並走が決まるんじゃないですかね、うん、今日は天気もいいし最高です、このボディカラーとアルミとキャリパーと、うん、ピカーンって光ってるでしょ、これもうちょうど影もない、開けてる方もいいね、
電光石火をしてしまえばさ、はい、どんなに運転が上手い人でもマニュアルじゃついていけないでしょ。まあそうですね、うん、間違いなくこっちの方が早いと思いますよ。早いでしょ。あ、そう。どんな車だと思ってたの？どう乗るまでは。どんな車？まあもちろん GT3 もそうですし、RS なんでもうちょいなんかガチガチしてて荒ぶってる感じかなとは思ったんですけど、それはさすがと言っていいのか、やっぱ完成度が高いというか、あ、しっかりしてるところはしっかりしてますけど、このなんですかちょっと楽しめる余裕がある、まあ、余裕ができる車ですね。扱うのでいっぱいいっぱいじゃない感じ。あ、確かにね。踏めるシフトチェンジできる、まあ、ブレーキングももちろんよし、まあ、かつこのサイズ感っていうのもあって。そうね。いや、何よりこの音。音すごいでしょ。いいですね。音とこのシフトチェンジとのこの連動してる感もそうですけども、ね、何より速い。究極ですよ。だからこれ以上速いのって多分もう作れないと思うんですよ。そうですね。だからもうこれからはバランスだったり軽量化だったりっていう、これ以上パワーがあってもね、もうタイヤが追いつかないとかブレーキが追いつかないとかっていうね、ところになって危なくなっちゃう。そうですね。ではトンネルです。心の準備できてなかったでしょ。できてなかったです。声出ちゃいました。あえてやった今。普通に声出ちゃいました。マジか。ね、心の準備できてないで、いきなり踏まれるとビビるよね。心臓多分後ろに行けましたね。スポンって。確かに心臓もね、あるあるなっちゃう。後ろに行っちゃう。チェンジということで、はい、ここで止まる。ね、安全にね。では出ます。シートのバケット、うわ、カーボンですよ、カーボン。車庫を上げたままだからね、あえてこの辺は、はい、そしてうわかっこいいな、このフェンダーのタクト。うわいいわいいわ。これステーリングがさ切れるところが見えるね、ハンドルが。はいはい、ここはありがとう、曲がってます。これ後輪ソーダかな、これってリアアクセルなかったんじゃないかな。
今日スタートは問題なかったね。大丈夫でした。じゃあここあえてね開けますからね。はい。じゃあまずはこの状態で、あ、さきちゃんが開けてもらっていい？この状態でまずスポイキオンにします。はい。はい。ちょっと風。ちょっと PDK 使ってみて。はいはい、こんな感じね。おお。で今の変速、もう一回、はい、もう一回やって。はい、こうでしょ。はい、行くでしょ。はい。で、もう一個落として。はい。で、PDK スポーツ。はい。これやってごらん。すごいでしょ、この変速。すごいな。早い。早いのと、こう何ですかね、あの以前。待機してるっていう話してたじゃないですか、どっちにみたいな。なんか分かります、それ。そうでしょ。 PDK スポーツではない方だと、うん、こうちょっとガチャンって感じで、うん、本当にラグが少しある感じはするんですけども、うん、これだと何もないですよ。すごいでしょ。いつ来てもいいよっていう感じの、ね、でさ、あの6000ぐらいまで引っ張ってみて、今度また違うでしょ、これやると。また違う。最高だと思わない、これ。いやスポーツカーって楽しいですね。でしょ。うわいい音よ。手に力入っちゃいますね。いや今車に反射したこれを見てもかっこいいわ。だからすごいでしょ。やっぱさ、まあ、商品を改装する時もさ、そんな踏めないかもしれないけどさ、こう踏むと全然違うでしょ。全然違いますね。本当にこう魅力の半分も知らないまま。そうですよ。よくそれで車売ってたもんだと。本当そうですね。本当に恥ずかしながらですが、ね、いやもう最高だわこの車。ちょっともう一回。早い早い。まとめに入ります、はい、今回911のタイプ991の後期モデル GT3RS、はい、竹谷さんから100点満点で総評お願いします。はい、98点。おお高い点。はい、理由を教えてください。ちょっと腰痛いです。やっぱこのバケットとシートが合わないのですかね。多分まあ僕の体の構造的なものとか癖のものがあると思うんですけども、はい、やっぱ長時間この今30分ぐらい乗ってますけども、少しきつくなってきましたね。なるほど。ただそれ以外は文句ないっす。色もいいと思います私。あのすごい鮮やかな緑なので、はい、目を引きますし、でところどころ黒いパーツもあってこう引き締まってる印象にもなりますし、もう色もまあ素敵だと思いますこの色。でこのなんて言っても走りは文句なしだと思いますよ、はい、本当に音もそうですし、このいろんな音、マフラーの音、エンジンの音、ブレーキの音、全てがなんか刺激になってくれるなと。なるほど。思いました。98点と。はい、98点です。私はですね99点。あー出ましたね。はい、まず、まあ、装備よし、はい、まあ、色よし、はい、あとはまあ乗った時のやっぱ体感はやっぱ最高ですよこれ。まあ、マニュアルもいいけどやっぱ乗ると PDK スポーツもいいな。やっぱ RS はやっぱちょっと違うもん、なんか軽量化されてるし、もう、ね、足回りがやっぱ軽いし、あとは、ね、音だってちょっと GT3 とはやっぱ違うしって、ね、はい、もっとなんか走りに特化したモデルなんだなっていうのが乗ってすぐ分かる。ただやっぱねシートがちょっと辛いかなっていう感じがする。そうですね、背もたれだけせめてリクライニングしてくればなんてかっていうね、そんなこと言っちゃうのはダメかもしれないですけど、はい、まあ、そこが気になるぐらいですかね。まあ、確かにちょっと疲れるっちゃ疲れるんだよね。まあ、運転してる方はいいかもしれないけど、まあ、でも、まあ、トータルね、それ以外は全部もう100点満点にしたいなということで99点になりました。はい、ということで今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。